今回はメタルビルドプロビデンスさん、バックパックがアレンジされまくるに対する反応集をご紹介します。プロビ背面鬼みたいになってる。随分鍛え直してきたな。背中に浮かび上がる天帝の顔、カニみたい。クルーゼのマスクというにはなんか微妙じゃない。ワンマユージローかな。つむしてだこれ。バラシテかっこいいけど、かっこよさのジャンルが違う気がする。グレンラガンとかそういうノリ。ゲッタードラゴンみたい。まあ本体はもともと派手だから盛るならここだよなとは思う。のっぺりしてるし。こんなだっけと思ったら巣は全然違った。プロビなんて立体物いくらでもあるから思い切ったアレンジも問題ない。プロビはどんなアレンジされてもかっこいいからずるいよな。クルーゼのマスク、ジオンの魂が形になってるじゃん。まるでザフトの精神が形になったようだ。背中に仮面が、なるほど。でっかいボディにこの首がついてハイパープロビデンスに。 BB なら本気でやりそうなギミックだ。面白いアレンジだ。背中の口のとこがパカパカしながら喋ってほしい。好きなアレンジなんだけど、さらに埼玉感が増したなってなるなった。展開して大ドラグーン外すとガンダムの顔っぽく見えそう。全長 5WOM くらいあって、ザフト王国の人背負って戦ってそう。いっそバックパックを本体にしてしまおう。リジェネレートできた。ザフトアックスもつけちゃえ。メタルビルドは何してもいいと思ってるけど、だいぶ人を選ぶ感じになったな。目だけならかっこいいんだけど、口はいらないと思う。クルーゼ意識ならなおさら。筋肉マンのサタン様じゃん。セラビーガンダムみたい。背負い物がでかい方がハッタリ効いててかっこいい。メタルビルドだし全然あり。原作で背面と仮面が重なって映るシーンは名シーンだったよね。実はプロビデンスに憎悪を増幅させられていたクルーゼを助け出しての大断言は予想外でしたね。正面もめちゃくちゃいかついな。これはこれで格好いいけど、綺麗な円盤型が良かった。個人的にはマスターグレードくらいのアレンジの方が好き。種系のメタビルはだいぶ盛られる傾向がある気がする。マスターグレードも大概なアレンジだとは思う。なんか細いし、ムブが拡大状態とはいえ、マスターグレードと比べてもボリュームが違いすぎる。でっか、いいですね。マスターグレードもだいぶ背中でかかったけれど、自立できるか疑わしいレベルで大きいな。マスターグレードが理想のデザインだったかな、個人的には。実際一番それらしいプレーンなデザインだと思う。メタルビルドも面白いとは思うけど、俺もマスターグレードが一番好き。閉じた状態。なんか亀みたいな顔が見える。亀の甲羅っぽいもんな。口のとこ動かしながら咳とひひこの声出されたら耐えられる気がしない。なぜか販売ページにはない閉じた時の背面。どうせレジェンド出ることとかないんだし、放題になるギミックとか入れればいいのに。背中のやつでかくない。大きくするのはいいんだけど、トゲトゲしすぎて違和感ある。丸っぽいシルエットのが好きかな。全体的に細かい部分のディテールが重そうに見えるけど、どうなのかな。シート見てなかったけど、マスターグレードプロビデンスだけは買ってくんだ。現場の変なノリでつけた感のある顔のギミック。元のデザインが一番かっこいいって。変な顔が出るんじゃなくて、もっと広背筋ダクトがいっぱい露出するよみたいな感じのが良さそうと思った。特に意味のないギミックあるある。プロビデンスの目というネタをやりたかったのではないだろうか。プロビデンスの顔になってしまっているが、プロビデンス46,200円か。悩むからスルーかな。欲しいけど高いな。たった10年前でステニーが18,000円だった時代が懐かしいよ。マジか。10年前のロボ魂やメタロボももっと安かったの。涙と栄光のシリーズ第1弾価格、ロボット魂、00ガンダム、2500円、メタルロボット魂、ハイニューガンダム、9800円、メタルビルド、007ソード、13000円、GFF メタルコンポジ、ガンダムバージョンカトキ&Gファイター、11800円、フルパケデスティニーが28000円ぐらいだっけ。当時のデスティニーの転売価格が今の通常販売価格になってるの恐ろしいな。
セブンソードは13000さすがに笑う。今だと28000くらいになるか。さすがにこの値段設定は今回だけと信じたい。1年早く出てれば 3.5 万くらいだったろうに。これが人の業。4万6000円だしこれぐらいじゃないと。GN アームズと1万くらいしか変わらんのか。あっちはエクシアも必要だけど。GN アームズは満場一致で思ったより安いな。みたいな反応だったしあんま参考にならない。GN アームズは大きさと単純に他の比較対象がなかったから、プロビはモビルスーツの先のフリーダム、ジャスティスと比べてはるかに高くなってるから批判が多い。これが人の夢、人の望み、人の業。人の財布は滅ぶべくして滅ぶとな。かっこ高値なのは、知りながらも突き進んだ道だろう。値段もすごいけどデカさも半端ないな。背中の迫力すげえな。ラスボス感マシマシでかっけー。今さらながらデカすぎるバックパック製で担ぐタイプのビームライフルがめっちゃ使いづらそうだなプロビデンス。ラスボス機体として100点満点のデザインだよな。このまがまがしいアレンジでさらに加点したい。アーキョーブのむき出し動力パイプがかっこいいんじゃ。値段高いんだし、ドラグーンの発射再現の支柱はもうちょっとなんとかならんかったんか。アレンジ抑え気味だとジャーストフリとデスティニーのあれなんだったんだよってなるからこのくらい突き抜けてる方がいい。もともとクルーゼ用じゃないのになんで。格闘機から設計変更してドラグーン後乗せしたのはクルーゼがパイロットに決まったからだよ。背中に輝くズムシチ。なんか背中だけトランスフォーマー見えてる感じ。色を紺色にし、ドラグーンを優先式にしたら、ネオブラックドラゴンっぽくなるだろうな。まるでドラグーンが本体のような紛れもなき顔だな。全体的にプロビデンスが鉄血にいたら感ある。顔もそうだけどいくらなんでも埼玉のサイズがデカすぎて解釈違いを起こしている。作品時系列的にはこのストフリの羽スライド展開させるのと繋がりそうなギミックではある。プロビデンスは戦闘中にドラグーン制御のための量子通信を行うと同時に、大量のドラグーンへの急速充電を並列処理する場合が予想されるため、ドラグーンのプラットフォーム側の装甲がスライドして排熱能力を高める機能があることは知っているな。実は、バックパックが分離、変形してガンダムになる、隠しギミック搭載。デイリア、万死に値する。アローズ隊員、背中に顔が。うわぁ。顔面にしか見えんわ。顔が二つター生意気な。この動画は、青木正常なる世界を作る組織、ブルーコスモスと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。